形になりますね。はい、どんな風に。ですね、はい、まあ、フロントの方は漆黒って言ってくれるのはすごい暗いんですけども、サイドの方はもうちょっとあの金属の質感を高めたような上質な感じっていうところを表現しています。近藤さん、やっぱりこう品があるというか、はい、ギラギラしすぎず。いや、そうです ね、 やっぱりちょっと大人になってくるとあんまり主張強いのもエクステリアは。そうですね、見る人が見て、うん、あ、これはちょっとかっこいいなっていうのが一番いい程度ではないかなと思うのと、はい、あと僕はあの自分でも運転はするんですけど、うん、後ろに乗ってることがすごく多いんですね、はい、後ろに乗ってることが多いと、やっぱり移動と移動、遮音性っていうのが大敵ですね。ちなみに、はい、走りはどうですか？近藤さん、実際運転することってあるんですか？はいはい、まあ、本当にたまになんですけど、テレビのコマーシャルでスポーツカーが追っかけてきたり、いろいろやってるの、全く同じようなイメージで走れるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ、先ほどもおっしゃってたように、こう見た目だけでなく、そうそう、その走りもしっかりしてるっていうところが。後ろに乗ってても、すごくリラックスして、休めるし、前で運転すれば運転しただけでまた楽しく、運転も楽しめる、はい、あとはやっぱりそのモビリティ、いろんなセンサーがついてますよね、今はね、安全に対してのセンサーがついてるんで、そこは女性でもね、相当安心して運転できるんじゃないかなと思います。はい、はい、ではですね、続いて